今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。今映ってるのは鉄職人というパール金属の中華鍋。直径が20センチしかないので、ご家族がいるようなご家庭で使う分にはですね、少しサイズ的に小さいんですけど、ユニフレームの17センチのソロ用よりは少し大きいというですね、私にとってはベストの大きさの中華鍋になります。はい、でこちらでチャーハンを作ってるんですが、今使ってるあの竹のターナーですね、これがですね本当に使いやすいんですよ。なのでこちらを今回の動画で紹介したいと思っております。はい、炒める時もですね、盛り付ける時もですね、便利なんです。でこれが鉄職人ですね。でキャンドゥで買ってきた竹ターナー、長さが30センチと長いんですけど、この長いところがですね、あの焚き火調理なんかをする時でも便利なので、この長さはですね、短くはしたくないんです。はい、こちらが一応ジャンコードですね。まあダイソーでもセリアでもですね、同じようなもの売ってますので、あの大差がない、天然竹のものがあると思います。でこれのですねデメリットとしては、このように長いので、収納できないんですね。持ち運ぶ時になんせ邪魔なんです。まあそういう意味で折りたたみ式にしたいなというのが今回の DIY の趣旨となります。でまず真ん中の端からまあ15センチ近くのところで、切ります。竹をきれいにカットするためには、竹の中心だけを残して周囲をですねぐるっと一周ノコギリで切り目を入れていくんですね。そうすれば、はい、こんな風にね、中心だけ残した切り目から折ればですね、竹はきれいにカットできます。でこういう風にちょっとあのターナーが曲がってるので、重ね方によってはね、カタカタとなる感じですね。隙間ができます。この辺りの状況を確認しながら頭の中で設計しつつ、今回採用した折りたたみ方はいろいろなもので考えたんですけど、結果的にロゴスのお玉をヒントにしました。で 3.5 センチぐらい重ねる部分を設けまして、そこで、ロゴスのお玉のようにボルトを軸にして回転させてはどうかなと。セリアとかダイソーにも折りたたみ式の金属のターナーとかレードルがあると思うんですけど、ただあれはですね、どうしてもですね、持つところが割と短めなので、ちょっと焚き火料理するにはね、使いにくいということと、あと中華鍋で、まあ、振りながらですね、鍋肌をこさいだりするような、まあ、力を入れる時にその折りたたむ部分からですね曲がっちゃうことなんかがあったりして、それはやだなと思ってこの方式にはしませんでした。ちょっと頑張ってですね、手作業で作ってますので、今回電動工具は使っておりません。で継ぎ手ですけどね、あの一番簡単な書き継ぎという方式で、接合することにしました。で最初にそのボルトを通すですね位置、これをまあ慎重に決めまして、で、穴を開ける前にですね、この辺りっていうその目印をつけるためのキリで穴を開けてます。まあ、竹なんでね、非常に加工はしやすいですよね。はい、3.5 センチね、重なってますので、長さが少しね、短くなります。で今の作業はね、ちょっとね、まずかったんですけど、これまた後で説明します。で、そのボルトを探してて、どのぐらいの長さ、太さ、いろいろ試したんですが、結局 M4。というサイズのボルトを使うことにしました。長さが確かね16ミリだったと思います。で M4 をねギリギリ通る4ミリの穴をドリルでまず開けます。先ほどキリで目印をつけたところに開けただけなんですね。まあすぐに開きます。おお、回るそうなんですよ。これがね、ちょっと残念だったんですよね。これね、回ったら困るんですよね。回らないように、ぴったりと思ってね、
ドリルの穴を開けたつもりだったんですけど、まあ、木材加工って難しいですね。このあたりがね、自分の思ったようにはならないんで、まあ、いっそのこと割り切って、回るメリット考えてみたんですけど、やっぱりダメだったので、もう仕方ないので一方の穴はもう削って、もう一箇所別に穴を開けることにしました。ということで、カットするところからまた 3.5 センチ近くのところにね、ノコで目印をつけて、半分を削っていきます。3.5 センチ短くなった上に、1.5 センチ、まあ合計5センチぐらいね、だからヘラの長さが25センチぐらいになっちゃったんですけど、まあギリギリ許容範囲かなという感じでした。失敗しなければね、その 1.5 センチは、犠牲にはならなく済んだんですけど、まあ、この辺りがね、まあ、面白さであり難しさですね。やする作業もですね、これだけたくさんあると結構疲れてくるんですね。したがって紙やすりを使う場合であれば80番から120番ぐらいの目の粗いものを使うことで、なるべく一度にたくさん木が削れるようにしますし、まあ、それでも疲れてきたら、グリップの形状なんかが違う金属やすり、棒やすりを使って、あくまで自分が疲れないような工夫をしながら続けるっていうのが一つのコツですね。でここまでね、戻ってきましたので、ここからはね、先ほどの失敗をちょっとよく考えて、教訓を自分の中で見つけてちょっと工夫しました。そうですね、穴をね、全く同じ位置には開けず、あえて、ずらした位置に開けてます。こうすることによってボルトがまっすぐには入らないんですけど、この穴の中心は、ここが穴の中心、ただ1ミリずらしたとこに開ける。そうですね、それによってボルトを通した時にですね、2つの竹がしっかりとこう噛み合う感じに、ね、なるんじゃないかなと思います。で、先ほどの目印のところに穴を開けまして、ちょっとカメラが止まってたんですけどね、無事に開け終わりました。そうです。でこの端っこもですね、ちょっと斜めに鋭角に削ることによって、よりしっかりとね、2つの竹が噛み合うような形状を意識しました。このチャンネルの常連視聴者さんの中には、ガチの職人さんなんかもいらっしゃるもんですから、笑われるかもしれないんですけど、まあ、私のようなですね、素人の場合だと、まあ、やってみないとね、わからない部分なんですけど、ボルトはね、はい、重ねて押しても入れません。ただ入れてから重ねると、はい、こういうふうにね、竹を、押し込むような形でね、ボルトが入ります。はい、これでね、割とうまくいったんじゃないかなと。その1ミリずらす点とかはね、本当にやってみないとわからなかったんですけど、まあ1ミリぐらいでよかったですね。あとはちょっとね、バリというかね、ヤスリで整えまして、これが完成品。でユリアネジというですね、この化粧ネジを使ってみます。まあキャンプ場で使う時なんかね、ドライバーとか、そういった工具がなくていいように、まあ、手で回せるものということでね、この化粧ネジを最初は、採用してみました。結構ギュウギュウね、ちょっとね、見た目がね気に入らなかったんでね、最終的にやめちゃったんですけどね。はい、まあ機能性とデザイン性というのはなかなかね両立しづらい部分で、好き好きですね、人によってはね、この方がいいと思うんですけど、私の場合は化粧ネジは最終的に普通のボルトに変えました。はい、長さもあるしね、竹のね使いやすい形状がね、とてもいい感じです。で折りたためるのでね、このように半分の長さになって、この20センチの鉄職人の中にもね、すっぽり余裕で入ります。このままね、
こうじゃなくてこっちになってくれた方が、ここはね使ってる時に地面につくよりもねつかない方がいいから。これはね分かりますよね。あの調理中にね、ヘラのね先端が地面についちゃうと、汚れちゃうし、ハンドルだよね、パッとね、どこにでも置ける方がいいので、なんで取っ手側をねちょっと重たくしたくって、こんなシェラカップハンドルカバー入れてみたんですけど、まあ、サイズはいいんですけどね、軽くてね全然ダメでしたね。これは何、グリップテープで、これあのセリアで買ったグリップテープもね、あのどっかからね出してきてね、こっちの方が重たいのかなと思って、ちょっとこれをねぐるぐる巻いてみようかなと。まあ、この辺はねちょっと思いつきで、なるべく家にあるものでやってます。何かね新たに買ってくるんじゃなくて、まあ私の基本的な方針ですけどね、家にあるものでやるということで、もう長ずいぶん前に買ったんだと思うんですけどね、もう何のために買ったか覚えてないんですけど、最後が細くなってるわけね、あここにシールがあるわけね。そうなんです、この貼り方がねよくわからなかったので、ちょっといろいろね、貼り終わったら最後は、最後どうなるんだ、うん、これね説明書を読むというね習慣がないものでね、ダメなんですよね。直感的にねできるものっていうのは最近多いのでね、あんまり読まないんですけど、これはねちゃんと読んでからやらないとね分かんなかったですね。おそらくこうだと斜めになってるので、あんな風にねその斜めの部分を利用する形で、で上のフィルムはねいらなかったので、剥いでから使うということでした。でこれがね割と強いしね、よく伸びるんですよ。でちょっとずつずらしながら、優秀なねグリップテープですね、後で考えれば。この時はねどうやればいいんだろうってこう迷いながらやってるのでね、そのグリップテープとしてのねその素晴らしさに気づかないままね試行錯誤してるんですけどね。ここぐらいが最後でしょう。はい。で、最後はどうしようって言うんだろう。最後を切っちゃうしかないよね。ここね。そうですね。ちょっと長いので、切れてるからね。まあこれぐらいの部分にしか巻かないのであれば、途中で切って使うしかないですね。これしかないもんね、テープ止め。そうですね、切った部分を固定するためにこの付属のね、テープ、これだね、でこれで固定します。これでぐるぐる巻きにしろってことかな。このテープがねまた後でわかるんですけどね、もしかして両面テープ、最初ねよく分かってなかったんですよ。ということでこれをちょっとこう 1.5 倍ぐらいでね早回ししてますけど、なんかみっともないね。だからこれ重ねてねテープを一周すればよかったんですけど、なんかねずらしながらやったもんでね、ちょっと格好悪くなっちゃって、結構これも伸びる。しかもね一度貼るとね剥げないんですね。ではこういう風に遠慮なく、で引っ張ってもねちぎれないぐらいよく伸びるんです。これよくわからんな、これまあ、ダメじゃないんですけどね、なんか思っていたものと違うもので自分の中ではちょっと残念で、そうなんです。これで結局ねこれは剥がしちゃいました。でまたね剥がれないんですよね。剥がそうとするとね、グリップテープ自体がねもうちぎれてしまうというね、それぐらい粘着力が強くってちょっと意外でしたね。引っ張ったらあのテープの方がね伸びるしですね、このグリップテープの使い方の要領はですね今回私分かりましたけど、分からずやるとですねあのこういう可能性がありますので注意してください。もうちょっと汚いからこの辺で切ろう。グリップテープをなんとかうまく使う方法がないかなと思って、でセリアの両面テープだったらうまく貼れるんじゃないかなと思って出してきました。結果から言うとね、最初からこっちの方が良かったですね。はい。あの、両面テープなんで、貼った部分が表に出てきませんので、先ほどの付属のね、テープはなんかこう、デザインがされててね、テープが目立っちゃうんですけど、これだとね、目立たないので、ここち
まあ個人的にはこういう方がいいなという感じでした。まあ人それぞれだとは思いますけど。強いと思いますよ。でこうしてこうしてこうだ。はい、これでね強度的にも十分だったので、テープとしてはね、グリップテープとしては良かったと思います。持った感じもちょっと弾力が増してね、太くなってね持ちやすかったです。ただこっちが重たいね。そうなんです、結局目的の重さが足りないので、もうこれもねやめて一回リセットです。はい、もうね化粧ネジはね今外してます。普通のねステンレスネジに変えてます。まあステンレスネジでもね、ナットの方がね超ナットだったら締められますので、これでもいけます。で、これはね100均じゃないんです、ホームセンターなんですけど、118円税込みで売ってたシャックルという金具、6ミリのものですね。これでいいんじゃないかなと思ってですね、ちょっと、まあ安いので買ってきてね、これはつけてみました。で後でですね、5mm のシャックルもですね、実はうちにあったのを見つけまして、それつけたらねよりぴったりだったので、まあ、5mm の方でもいいですね、まあ、6mm の方が少しね余裕があるので、シャックルの部分に何かねカラビナとかつけて吊り下げたいんだったら 6mm でもいいと思います。はい、おすすめはね、まあ、より、小さいコンパクトな 5mm の方かなと思いますので、ジャンコードでね確認をしてください。はい、これで重りもバッチリです。良くなりましたね。もうね使い勝手としてはね申し分ないんですね。でまあしまう時もね外してしまわなくても、まあ折りたたむだけでもねいいと思うんですけど、まあ、この辺りもね念のためシャックルは邪魔にならないかなということで試してみましたが、折りたたむ時もねシャックル外さなくても干渉しなかったので大丈夫でした。最後にねちょっとこう見た目の改善というか、まあせっかくキャンプギアなのでかっこよくということで、ダイソーのガイロープ、腰があるタイプのねあれをちょっと仮止めして持ってみたらですね、非常にこうやっぱ良かったです。まあ手が私が大きいというのもあるんですけどね、太くなって持ちやすかったので、あこれがいいなということで固まりました。ということでね、このようなものが今回作った、折りたたみ式の竹ターナーということになります。まあ、使い勝手とデザインと収納性を両立できたので、まあいいなと思う方はね挑戦してみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画ね気に入った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。